はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。ARIKEN、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！NCS 予選第2回目行ってみましょう。これも安定してそうですね、この2人は、ね、まあ、44ポイントしかし資材は残り8枚。さあドキンさんは8枚、これは突っ込んでいくか。これもうやりさ、あでもプリエリットしてるやん。プリエリットやられてるが、横からしっかりと射線通している、うん、ああ、さあ階段にいるのはハルキよ。さあ今来ましたよ、そこから。資材からスパイダーマンで順位を上げに来たが、上からのヘイトが痛すぎる。さあ1人落ちて順位が上がる。あと下の2人とだからプレダーさんたちと、そうですね、ゲーム1対決がさ起こりそうです。さあしかしこれ橋上、ハルキョさんたちがめちゃめちゃ有利や有利やな。壊れないね、これ、この橋は。いやでも橋上が安置外になります、これから。さあこの、さあ車線を広げていく、ハルキョさん、うまい、うまい、その車線はうまい。さあプレダーさん死ぬでしょう。ラスト1人も削り取って、ね、ハルキョンさんたちが1位66ポイント、ね、さあタカちゃんがどんぐらい1人で持っていけるか。しかし持ってるのは緑のストライクショットガン、そして緑のサブマシンガン、この2つで。さあ前桜選手が無双してますよ。おお、いいですね。めちゃめちゃ倒しました。さあしかし前桜選手が目の前、お選手と投げる選手が、そうですね、出ていって。さあ前桜選手を追いかけるか、タカちゃん選手進行しますよ。前桜さん、そうですね、ちょっと前桜選手見てみましょうか。素晴らしいですね。さあ最近では珍しいフロッパーを持ってます。お、回復勝負ももう最初から準備して、さあ早い段階で投げる選手に渡していきますね。57ポイントですよ今。おっとこれは目の前エイブさんが出てきたが、少し足が速かったですね。そうですね、まあ、だから諦めが速かったですね今。そうですね、いいですね、いい判断だと思います。資材通れたね。さあしかしです、ね、さあ階段を入れられて、さあこれは前桜選手、さあダメージ本来の進行は投げ引き選手だと思うので、まあ、これが今の形。おしかし落ちてしまってますね。プロッパーだけ受け取って一度アンチ外でお茶を濁していきます。さあ目の前に死体があるのでこれも拾えたらいいですね。うん、あのちょっとアンチ急がないといけないかな。さあアンチ外に人が多すぎる。クジャクもいる。これ早く行け。これクジャではないね。さあしかし戻りアンチ、神アンチ来た。これさっきの資材も取れますよ。一人で伸ばすもんね。だからもうちょっと気づけるんじゃないですか、あの物資にも多分進行。さあデカボも開いて、これは拾ったか。いや階段の裏にまだありますね。じゃあ見えましたね今、絶対に見えました、ね、金の武器見えましたよ。さあこれは取っていく。さあショットガン紫にして、壊して、目の前も自分の壁か。これ買っていけると思うんだから。どうする？下に降りる。いいよ、いい判断、いい判断。いい判断よ。さあいい、ローグラをゲットできた前桜。さあハードマッチありません。あーっと目の前に、目の前になぜか回復があるぞ。天の恵み。誰も取ってくれ。回復を巻いてくれ。さあまさかの取らないというの。よしよしよし。SBG に帰ろう。あー！うまい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 。わあ、倒していく。うまいよ。前桜が順位上げている。74ポイント。あ、しかしここでやられてしまう。さあハルキオさん、これ連続あるんじゃない。さあしっかり車線通そうとするんですよこっちから。あ、だけど入れられて2人です、2人ですんで、これはちょっと油断したくない。さあ、ね、エビさん落ちてしまっている。さあマイポリのキル、星書き切りをこれ入るか、多分書き切り入ってで、うわー、資材がない。あ、3つでしたね今の。そうね、実はリュウちゃんたちが勝っていきました。急げ急げ。あ、でも大丈夫ですね、合流できました。ナイス合流だが、さあ HP へ切り替えていく。さあアンチはさらに下の方向。さあ残り16枚。さあチャグスポを使っていって、アンチ移動キルしてる。さあ現在89ポイント、100ポイント見えてるよこれ。いいですね、マジであるね、これマジである。てかなんならこの試合で130ポイントとかいけるよ多分。マジで。さあ目の前の物資があるが、これ見えていないか。いや、分かってます分かってますよ多分。分かってるけどいけないのか。さあ目の前にはボブがサブマシンガンを持って、さあ空中で止まっている。さあここはやられて HP もほぼマックス。さあ残り4ポイントで100ポイントいくぞ前桜が。さあ上にいっぱいいるぞ。
これ落とせればワンチャンあるか、ね、さあ、一足遅かった。さあ上を開けて確認していく。さあ目の前、せーの、うちで、はい、さあ落としていけはしない。いいでしょう。でもそうですね。さあここは移動していきます。さあ上からのヘイト、資材が残りゼロ。さあもうわけわからない。さあ目の前、おいしいおいしい、さあ張っていく。さあペッポを倒して、さあスパイダーマンもゲット。さあミニポンも飲める。さあ同じフロアには誰もいない。さあ現在101ポイント中央だったね。あ、リザート下にリザート、さあ下にリザート、ここは前桜が押していく。さあ身内バトルだが耐えてますね。さあこれは大丈夫か。前桜味方落ちてしまった。残り1人行きましたね。前桜さんの 1V なんとかクラッチですね。キルを取るたんびにチャンスだが、さあ目の前張り替えられている。さあ前桜残り数で8枚。これ下に落ちていいところに入ったぞ。これはそうですね。ミニポンのムカ、下2人バレたら死ぬ。さあ資材がないのでもう出るしかない。さあ目の前のフットネスを倒せれば3ポイントの順位が。ダークネス、ダークネス、あっ、あっ、ええ、107だ。頑張ってる頑張ってる。これマイザクラあれだな、これアリス、カージでクレーンチャーの強い。さあアリス後ろ敵全部倒して、さあチームで9キル、これ60ポイントコースですよ。うますぎ、うますぎる。いやこの終盤でこれができるのね、これがね強みよね。そうですね。さあしかし一度アンチ外にさあ行ってダメージもらって、さあ残り 2V1。 さあミリムの対面奴隷が目の前いるぞ。さあ開けたら倒すぞと顔してるぞ。さあ落として資材をなくして、さあ外に出て、さあスパイダーマンで上に登ってかっこいい。いいよ。さあ落ちてきたところをやっていく。じゃあハニーズは取ってますね。そうですね。しかも83ポイントなんで、ここビクロイすればクオリファイ圏内入ります。キルをできるだけ稼いでビクロイを取りたいですね。いやでもこれ上強いな、上のヘイトないな。うん、内藤選手スパイダーマン持ってるんで、ちょっと下に危ない感じで降りてっても全然帰ってこれるんでね。できればキルを取りに行きたい。さあ1キル下で入っている。サーバーシンガン取り切れるか。さあ鉄と石を狙って、しっかり資材だけを狙って、いやエラ。さあこれはエラ。サーバーシンガンずっと出っ放しになっているが、さあやばいです。さあここで止まっていく。さあミヤネを倒していきたいが、ここはロー HP にしただけで倒せなかった。残り3人2対2対1です。そうですね。まあ、でもさすがに上が有利そうな雰囲気を醸し出している。資材まだある、うん、さあダメージのアドバンテージを取ってから下に行きたいですね。そうですね。あと回復も結構着スプに味方の回復は分かんないんで何とも言えないですけど、回復勝負もワンチャンありそうだよ、はい、さあぐるぐる回っている。さあ宮根がぐるぐる回っている。さあ避け方うまいが、ここはキロ取られてしまう。さあ残り 2v2。 さあアーマードオールで下の人は耐えている。さあ逆に回復勝負させたくないかもね、これね、うん、いいところ、うまい。さあ車線を通していいところ打って、ワンボックスしっかり当てて、もう出てる。回復勝負じゃない、回復勝負してないもん。ちょっと飛んでみて、飛んでみてよ。早んだ、早い段階で出過ぎじゃない、やばすぎだろ。え、だからキル数エグくね。え、やばい。これ多分焚き火いってる、これ焚き火いってる、これ。ええ？焚き火いってますよ、これ。やばすぎ。いや絶対勝てん、こんなん。ミストあるじゃん。ミストある。やばすぎ。やば、あ、終わった。え、溜めてるやん、ここにミスト。いや違う、多分これは運、たまたまだと思うけど。でもこっち行くの、やば。うわ、マイポリ195、200ポイントいけるぞ、これ。じゃあ前桜が通ってるかどうか楽しみにしてこの試合を見届けましょう。さあ現在1位のマイポリ、さあ1人で生き残って197ポイントまで順位を上げている。あと1キロ入れば200ポイントというところ。さあ一度、さあ落下ダメージを無効化して、さあアンチに入っていく。やっぱり1人でもスパイダーマンさえあればどうにかなりますね、このゲーム。そしてミシック MK 連射速度が、そうね、あまりにも速い。もうほぼサブマシンガンぐらいのレートありますね、これ。うん、さあもう一度、さあ前の方に出て、はい、さあ200ポイントいきました。これはかっこいいですね、1位で200ポイント。やばい。さあ1人落としそうな状況だったが、ちょっと落とせなかった。対応しましたね、でも。そうですね。今せずスパイダーマンでまたさらに先端取っていく。
さあしっかりアーマードウォールでケアしている。うまいね。さあ使うタイミング100億万点ですねこれ、うん、これそろそろでもきつくなってきますよ、まあ、ね。まあでもスパイダーマン2個あるんで資材は、え、え、上に行く、さあ上ではドキンさんが油断しているぞ。ねえなんで止まる。お、来た来た来た。さあマイポリハイグラを取っている。さあ崩していきたいがハイグラ勝負。残り数は23個。これは一旦落ちるか。さあ一度落ちていくが、さあまだ生き残っている、はいはいはい、まだ生きる。目の前でやり合ってるぞ、ね、これ惜しくね。いやワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。それワンパンゲンない。ああ、さあ1キル取って、200ポイント、207ポイント、順位が上がって、さあローグラス敵を全部倒していきたい。さあ残り3体、1体、1体2。そうですね、多分ハイが光ですかね、この調子は。アンチ外で、音を聞いて、わあ、え、やばいやばい、惜しい、惜しい。1人で2位まで持っていった。そしてドキンさんたちも、ドキンさんたちもビクロイを取ったことによって141ポイント入ったんじゃないか、これドキンさんたちも。さあ皆さん、毎ターンは通ってるんでしょうか、通ってるんでしょうか。出ていきましょう、 FMCS 予選に。これを逃したらあとはヒートクオリファイしてグランドファイナル決定を決めたのはこの選手。おー、マイザクラグランドファイナル確定です。すげーすげーな、すごいな、マイザクラすごあいつは今やばいよ。いやめっちゃ嬉しいだろうな、嬉しいやろうな。マイザクラおめでとう、おめでとうおもろ、グランドファイナルこの8組が確定でございます。それじゃあ一旦今日はこの辺で終わりにしたいと思います。一緒に見てくれた TS 新社員キューちゃんありがとうございましたと。それでは皆さん最後はコメント欄またなで埋めてください。お疲れ様でした。また来週で会いましょう。お疲れ様です。せーの、またな。